上の削り節に侍ケルを果てに蹴れば、上は身内着の人召し入れさせたまいぬるほどに、また人もなくて、このないし常よりも清げに容体頭付き生めきて、相続ありさま意図華やかに好ましげに見ゆるを、さも振りがとうもと心づきなく見たもうものから、いかが思うらんとさすがにすぐしがたくて、もの裾を引き驚かしたまえれば、川堀の絵ならず絵がきたるを差し隠して見返りたもうまみ、糸を見のべたれど、目かわら目かわら痛く黒み落ち入りて、イメジュー発れ注けたり、似つかわしからぬ奥義の様かなと見たまいて、我がもたまえるに差し替えて見たまえば、赤き髪の映るばかりの色深きに、小高き森の型を塗り返したり、片つ方に手は糸さだすぎたれど、よしなからず森の下草追い塗れば、など書きすさびたるを、今年も哀れ歌ての心ばえやと、えまれながら、森こそ夏のと見埋める、とて何くれとのたもうも、逃げなく、人や見つけんと苦しきを、女はさも思い至らず。君しこば、たなれの駒に狩りかわん、盛りすぎたる下ばなりとも、というさま、こよなく色めきたり。で、帝は、削り櫛に侍ける、神を整えさせにいらっしゃったが、削るっていうのは神を救うことですね。神を整えること。その削り櫛、帝の神を整えする役に奉仕するのが、この源の内志之助の役割なんですね。で、帝の削り櫛の役を内志之助はお務め申し上げたが、果てに蹴れば、そのことが終わったからして。で、帝はまた次の身内着の人召して、帝に衣服をお着せ申す役、それが身内着ですね。その身内着の役割のものをお召しになって、で、その御殿をお出になった。その神を串削る役をなさ、あのことをなさるのは、お井戸の間、帝がお井戸に入られて、そのお井戸の隣の間で神を整えられるわけですね。それから身内着が奉仕して、衣服を整えになるのは朝枯れの間で、朝枯れってのは朝食をお召し上がりになるわけですが、その朝枯れの間でなさる。ですから部屋をこう移ってしまわれたわけで、で、入れさせたまいぬるほどに、朝枯れの間の方へお出ましになって、しまった後に、他に人もいなくって、つまり今、削り櫛の務めをしたその間では他に人もいないので、この内視常よりも清げに、いつよりも普通よりも小ざっぱりと、その間は別にお井戸の間ではなくって、お井戸の間での務めが過ぎたわけですね。そして、帝は朝枯れの間の方へお出ましになってしまった。
それで、他に人もいない ところで、この内子、僕から内子の助ですけれども、内子というさっき の、 内子所に仕えている旅館全体を言う内子という言葉で、内子、内子という言葉でこれから言っていくわけですが、現の内子の助のことです。もうそれは分かってるからこの内子というふうに言ってるわけですが、この内子、常よりも清げに、いつもよりも小ざっぱりと、容体頭付き生めきて、姿や髪の形などが生めいた様子で、装束ありさま、意図華やかに好ましげに見える、着ている装束なんか大層華やかで、好き者らしく様子ぶっているが、さも振りがとうもと心づきなく見たもうものから、源氏の君はその女の様子を若作りだな、心づきなし、なんか嫌な気持ちでご覧になっているものの、そんなに若作りにしてと嫌な気持ちでご覧になっているものの、いかが思うらんと、さすがにすぐしがたくて、どんなふうに思うだろうかと、やはり無下にはすぐしがたい気持ちで、ものすを引き驚かしたまえければ、たまえれば、その着ているものすを踏んで、ちょっとこう気を引いてご覧になると、この辺の驚くは、今の我々の驚くよりはちょっと感じが微妙に違いますよね、たびたび言ってますけれども。ハッとさせる、あるいはハッと目を覚まさせる、ここら辺もちょっとこう気を引いてご覧になるわけです。ハッとさせてご覧になると、川堀の絵ならず描きたるを差し隠して見返りたるまみ、手に持っている川堀ってのは紙で貼った扇子ですが、その扇子で、そしてそれは絵ならず描きたる、なんとも言いようもなく、この派手な目につく絵を描いてある、そういう川堀を顔の前にこう差し広げて、そして、見返りたるまみ、ふっと源氏の方を振り返り見た、その目つき、まあ、目つきというとなんかスリみたいな感じですけれども、その視線の、ね、目の使い方、糸を見延べたれど、見延べるっていうのはこう流し目に見ることですね。その扇子のでこう顔を少しこう覆って、そしてその源氏の方を思いを込めるような目つきで、流し目でじっと見ている様子、見つめてはいるけれども、実はその目瓦痛く黒み落ち入りて、まぶたのあたりが酷く黒ずんで、そしてくぼんでいて、だんだんこう年齢の実態が明らかになってきます。まぶたのあたりがひどく黒ずんで、そして落ちくぼんでいて、甚だしく髪がほつれ注げ立っている、油気がなくなっているわけですね。そういうところは、着るものや持ち物、そして動作なんかは一生懸命で、なんか
若い色気のあるような様子をしようとしているわけですけれども、どうしても年のほどが出てしまうわけです。それがまた何とも言えずこうアンバランスなんですね。似つかわしからぬ奥義の様かなと見たまいて、不似合いな奥義の様子だな、奥義の人として色合いでしょう、不似合いな奥義の色合いだな思いになって、自分の持っていられるものと差し替えてご覧になるというと、赤き髪の映るばかり色深きに、真っ赤な色、まるで顔が映るほど深い朱の色に、その上に小高き森の肩を塗り替えしたり、さらに小高い森の様子を金泥でその鮮やかな朱の上に塗ってある、まあ、対象がいかにもどぎつい感じですよね。でその奥義の片方、片側だけ、まあ、そういう紙が貼ってあるわけです。その片方は、片方に手は糸をさざすぎたれど、文字は大層年寄り見えているけれど、でもよしなからず風情はなくもない字で、森の下草追い塗れば、これは古今集の読みと知らずの歌ですが、大荒木の森の下草追い塗れば、駒もすさめず狩る人もなし、大荒木の森のその下草、木々の下草が老いたからして、人がそこに駒を乗り入れることもない、その下草を刈る人もない、そういう歌を書いてあるわけですね。この歌のなんか人にも相手にせられなくなった、全然人の興味を引かなくなってしまった、そういうあの森の下草の様子を詠んだ歌を、まあ、なんか自分の境遇を例えているような感じで書いているのかしらと源氏は思われるわけですね。そんなふうに書き挟んであるの、文字は老人めいた文字で、しかしさすがにその風情は、まあ、保っている、そういう字でそんな歌を書いているわけですね。古歌を書いている。で、今年もあれ歌手の心映えや、まあ、言ってみれば言うにこと書いて、ひどいことを書いたもんだな、ひどい歌を書いたもんだな、嘆かわしい歌を書いたもんだなというふうなお気持ちで、おのずから北斎みというか笑いが湧き出ていらっしゃる。そこで森こそ夏のと見うるめるというわけです。これも歌を弾いているわけで、ホトトギスきなくを聞けば、大荒木の森こそ夏の宿りなるらめ、ホトトギスきなくを聞けば、大荒木の森こそ夏の宿りなるらめ、新名手信明手出ている歌です。その歌の森こそ夏のという弾き歌の形でこれは使ってこられたわけですね。
あの新名詞の歌ではないけれども、ホトトギスのやってくる大荒木の森、それじゃないけれども、森こそ夏の宿りなるため、あなた寂しいことを言ってるけれども、その実は大荒木の森、それが夏の人の宿りになる。あなたのところへもさぞいろんな人が宿りにやってくるという、そういうお気持ちなんだろうというふうに、森こそ夏のと見緩める、そんなふうに見えるねというふうにおっしゃって、何くれとのたもを、その他あれこれとおっしゃるのを、逃げなく人や見つけんと苦しきを、そういう様子を人が見たならいかにも不似合いな間柄でいらっしゃる、こんな老女となんか親しげに物を言ってるのを人が、他人が見たらいかにも似つかわしくないお二人さんだなと人が見て思うだろうことが、苦しくって心苦しくって、源氏の君はいらっしゃるが、女の方では決してそう思ってはいない、大変こう得意で嬉しくってワクワクしてるわけでしょう。早速歌を読むわけです。君しこば手慣れの熊は狩り買わん、手慣れあるいは田慣れ、乗り馴染んでいる馬ですね。君しこば手慣れの熊に狩り買わん、盛りすぎたる下ばなりとも、この下の、この歌のね、下の句の方むしろ意味があるわけですね。あなた様がもしやってきてくださるならば、あなた様の愛馬に、あなた様が乗り鳴らしていらっしゃるその馬に、飼い場を与えましょう。こういうのは古くからのね、万葉集なんかの歌にもありますし、それから神楽歌なんかにも出てくるんです。男が朝帰りするのをとどめる歌、あるいは赤星の歌、空にこう明星が、明けの明星が出始めた頃、男が帰っていくわけでしょ、通ってきた男が女の家から。そういう時に名残惜しみの歌を歌うわけですね。そういう歌にこういうそのあなたの乗ってらっしゃるその馬に、餌を与えましょうとか水を与えましょうと、その間しばらく名残を惜しみましょうというふうな歌があるわけですが、馬に水かえしばしだにみんというふうな、言い方があるわけですが、でそういうその気分ですね。君しこば手慣れの駒に狩り買わん、あなたがいらしてくださったならば、そのあなたの乗り慣れていらっしゃるお馬に狩り草を与えましょう、飼い場を与えましょう、それがたとえ盛りを過ぎた、さっきからのこの大荒木の森の下草、それをこうずっと気分を引いてきてるわけですね。盛りを過ぎてしまった下草で、たとえそれがありましょうとも、あなた様が通ってきてくだされば大歓迎でございますわ。そしてそのお馬にすら会話を与えましょう、ましてその主様には大歓迎いたしますわというふうな思いを込めた歌ですね。という様、こよなく色めきたり、そんなふうに歌う様子、このようもなく色めいている。で源氏がそれに対して、歌を返すわけです。